ト先輩、来たよ。屋上に呼び出すなんてどうしたの？実はハーレムについてメアに大事な話があるんだ。あ、わかった。やっと受け入れてくれる気になったんだね。散々説得してきた甲斐があったよ。いや、そうじゃないんだ。メアはハーレムのメリットとか今までいろいろ話してくれたよな。うん、ハーレムは素敵なものなんだって先輩に分かってほしくて。それがやっと分かったってことじゃないの？いや、その逆だよ。これから俺が言うことはきっとメアにとっては聞きたくないことだろう。そのせいで俺は嫌われるかもしれない。それでもメアが自分自身のことを大切に思うようになってくれるならそれで構わない。あのな、メアが言ってたことは違うんだ。合理的だとか最大多数の幸せだとかそんなのはどうでもいいんだ。どういうこと？幸せってのはそんな簡単なことじゃない。そりゃ今みたいにみんなと仲良くできるのは楽しいし幸せなことだと思う。でもな、好きって気持ちの延長にある幸せにはどんなにたくさん理由を並べたってたった一人の一番好きな人としかなれないんだ。だからハーレムなんて俺には無理なんだよ。私だって人間のことを少しは勉強したから、それが嘘だってバレちゃってるよ。違う、嘘なんかじゃない。嘘だよ、だってそれ綺麗事ってやつだもん。綺麗事？当たりでしょ。だって人はすぐすれ違うし、喧嘩するし、浮気するし、離婚だって簡単にしちゃうもの。それって一人の相手と深く関わりすぎちゃうから反動も大きいってことだよね。だったらハーレムで深すぎず浅すぎず適度に関わり合ってみんな楽しく過ごすのが一番だよ。違う、それはメアがちゃんと心から一人の人を好きになったことがないからだ。人を好きになるっていうのはあんまり俺もうまく言えないけど、そのメアが考えてるよりもっともっとすごいことなんだ。それじゃあリト先輩はわかるの？人を好きになるっていうのがどういうことなのか。ああ、わかるよ。え、本当に？言うまでもないけど、確かに俺は記憶を失ってる。だけど大切な人が、大好きな人がいたことだけはぼんやりとだけど覚えてるんだ。好きな人の前だと緊張してうまく言葉が出なくて、頭が真っ白になって何話せばいいか分かんなくなってあたふたしちまう。それでも一緒にいたくて、少しでも触れたくて、顔が赤くなってるのが自分でも分かるのに、なんとか興味を持ってもらおうって一生懸命になる。その人のことを考えると胸の奥がカーって熱くなって、夜布団の中でジタバタしちゃったり街を駆け出したくなる。不思議だろ、記憶は全然ないのにその好きって気持ちだけは俺の胸の中に確かにあるんだ。それは記憶喪失になってもなくなることがなくて、誰かを好きになるのってそれくらいすごいことなんだ。つまり人間じゃない私にはわからないから諦めろってこと？いや、メアにだってわかるはずだ。前サイコダイブされた時はメアは闇やナナの幸せを願うばっかりで、メア自身の気持ちはないのかと思ったけど、でもメア俺に言ったよな、ペロペロだけは他のことしちゃダメって。それってよくよく考えたらメアに感情がちゃんとあるって証拠だったんだ。自分にだけしてほしいってことは独占したいって心が働いてるってこと。それが人間らしさ、つまりメアの本心なんだよ。そんなのこじつけだよ。私はハーレムを作るったら作るの。みんなが幸せになるためにハーレムを作るんだから。
メア、落ち着いてくれ。俺の話を。もう黙ってよ。体が支配された。みんなで幸せになる道の何が間違ってるの？本当はしたくなかったんだけど、先輩が悪いんだよ。強引だけど、快楽に溺れさせて籠絡してあげるから。もう私に逆らおうなんて思えないくらい先輩のことをめちゃくちゃにしてあげる。ハーレムが嫌だなんてもう言わせないから。一緒にハーレム作るんだから。さあ、リト先輩、とっても気持ちよくて素敵なことをしよう。そんなこと、そんなことを許して、許してたまるか。そんなやり方間違ってるって伝えなきゃ。そんなことをさせるか。私のサイコダイブを強引に。そんなやり方メアにはさせたくない。メア、俺は。なんで、どうして、リト先輩。メア、泣きそうな顔をして。こんな反応、予想してなかった。俺はどうすれば。メア来ないでよ。なんで、なんで、どうしてリト先輩は私のことをそんなに拒絶するの？拒絶？違う、違うよ、メア。俺はそんなつもり一つも。